続いてうわてお起きる魚さん、うん、兄弟はクソ陽キャこれマジであるよあそうなのこれガチあるえー、本当になぜならうちの姉貴がクソ陽キャだったからあそうなんだクッソ陽キャ同じ高校に行ったのようん、うん、で3つ上だったから卒そしたらその多分うちの姉貴の1個下の先輩がもう3年生なんだけど、うん、え マルマルさんの妹みたいなよ、まあ、がもがゾロゾロ1年生のうちの教室に集まってきてで私は結構なんかお勉強頑張るぞコースみたいなのクラスっていうかなんか等が違ったのよででもわざわざその別の塔からゾロゾロ着てもうなんかスカートも2個曲げてますけどみたいな怖い人たちがうわってして「えっ○マルマルさんの妹ちゃんこのクラスいる?」みたいな怖っでもなんかおかげでちょっと行きやすかったというか周りの子たちも「えなんか。 よピー人気者だねみたいなえよっぴ丸々しい,いね三年生のしかもなんとかコースの先輩じゃみたいなそうだよねえ、まあ、うん結構そうかも <laughs> <laughs> 殺してくれ <laughs> とかやってたあそうなんだ、うん、そうなよクソ陽キャあるよえーうちどっちも普通かもなまあ確かになんか生クミは陽キャとか陰キャとかのくくりじゃないもんねそうだよねなんか陰キャ陽キャ以クミみたいな <laughs> 新しいジャンル,、うん、ジャンルが違う, <laughs> うでもなんかぼっちのさスタッフさんにさ前なんかほんとにアフレコも終盤ぐらいの時にさ「いや私疑ってるんですけど長谷川さんようですよね」って言われ,ただ疑われてるそ<う>だから必ずしも陰キャじゃないといけないなんてことはないですからね。だって マジでママジジよで全員が青山吉野だったらみたいな妄想たまにするんだけどもう終わってるもんのラジオまず誰も飯行かねえし誰よりもみんな早く帰るし終わってるよだからそういう時にやっぱ育美とかさゆみとか作が「ごはん行きましょう」って言ってくれたおかげで今がこの素を出せている自分がいるいつもありがとういつもありがとう愛してるよ愛してる私も